全国高校サッカーベスト16の強豪校。そこに鋭く敵陣に切り込むミッドフィルダーがいる。横浜、地元で横浜に住んでることがすごい大きいかなと思います。サッカー安場宗志郎の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。神奈川県横浜市。この町が若きアスリート安場の地元。サッカーを始めたのは小学1年生の頃。毎日近所の公園でボールを追いかけた。試合しやすいスペースはあります。はい、思い出でもあるし、自分の成長したきっかけでもある公園かなと思います。中学時代は横浜 FC ジュニアユース戸塚に所属。その後サッカー強豪校日本大学藤沢高校に入学。当時およそ180人もの部員がいる中、2年生でレギュラーの座を獲得した。そして全国高校サッカーでは10番を背負いベスト16に進出。プロ選手を目指し活躍している安場だが、高校に進学するときにはある悩みを抱えていた。中学校から高校に上がる上で、自分が所属してたチームからユースチームに上がることができなくて、どこの高校を選ぶか悩んだときに、その恩師である陽田さんがすごい手伝ってくれて、で日大藤沢高校を選べたなって思います。その恩師とはジュニアユース時代の監督、陽田雄一さんだ。彼はずっとプロになりたいっていう話は聞いてたので、ユースだったり高校サッカーっていうところに違いはあるんですけど、高校選ぶ時もやっぱり強い高校で常に試合出てやれば結果出てくるよって話は普段からさせていただいてました。温かい言葉をかけてくれた陽田さん、今も安場にとって大切な存在だ。今日偶然安場の誕生日なので、もしよろしければこれ安場の方にお願いします。取材当日は安場18歳の誕生日。陽田さんからのプレゼントを渡すと、うわやばい、それはやばい、うわショコラです。ちゃんとしたやつです。やばい、これはやばい、本当に感謝しかないです。そして地元横浜で安場のパワーの源となっているものが、ざくだんと鶏ラーメンですね。いや、やばいっすね。美味しそうです。試合終わりによく食べる濃厚スープのラーメンが安場のパワーフード。海苔をまずスープにつけて、海苔先食べてご飯かき込むって感じです。美味しいです。うまっ。サッカー安場宗志郎の地元魂は神奈川県横浜市にあった。サッカー安場宗志郎の夢とは、プロサッカー選手になることですし、そのために今最大限努力したいなと思います。